ということで、もう間もなく始まるんですけれども、ここでですね、この後、キャスターの対抗をたっぷりとご覧いただきますけれども、もしその間にですね、地震とそれからゲリラ天気急変があった場合はちょっとそちらの方を優先して天気もしくは地震や津波が発生した場合はそちらの情報を優先させていただきたいと思います。ではどうぞ。今日は2曲を披露してくれることになっております。はい、そして今日は中継もですねずっと行ってきました。この模様が生でですね配信をされておりまして本当にいろんな試みを今日は含めてお届けしてきたこの太鼓祭りというわけですね。はい、私もちょっとですねドキドキしてるんですけれども、私もというかキャスターの皆さんはドキドキしていないのかもしれない実はね、それは皆さんさまざまな思いがあるとは思うんですけれども、ぜひ皆さん、温かい目で、応援していただければと思います。さあ、ゆきみ先生もサポートでですね、1曲目入っていただきます。よろしくお願いしますね。はい、というわけで、太鼓祭り in セプテンバーコンサート、次のステージで最後となります。本当に今日はね、ちょっとね、日差しも結構強い時間が多く大変だったと思うんですけれども、最後までご覧いただきましてありがとうございます。さあ、それでは準備が整いました。続いてのステージ、紹介いたします。続いての登場はウェザーニュースキャスター、お天気アプリウェザーニュースタッチや BS 放送910チャンネルで毎日24時間お天気を伝えるお天気専門番組ソライブ24、この番組の中でお天気を伝えているお姉さん8名が2ヶ月間の練習を経て和太鼓演奏に挑戦。今日はお天気ドン、そしてサンサンデイズ和太鼓バージョンの2曲を披露。夏のチャレンジとして番組の中で始まった企画にキャスター全員毎日番組の合間を縫っては豆を作りながらも練習に励み、そして今日の日を迎えた。心を一つにバチを振り下ろしてこそ生まれる和太鼓の響き、その響きが大空に響き渡るよう全国のサポーターへ元気と天気を届けたい。この思いを胸にいざ太鼓へと向かう。太鼓祭り in セプテンバーコンサート、今日最後のステージ、ウェザーニュースキャスター、どうぞ。
太鼓祭りの最後を華々しく締めてくれました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いいたします。いやー素晴らしい、よかったわー、よかったわー。ねー、始まる前の緊張したみんなの顔、もう見たことなかったですよ、あんなに緊張している顔。ねえ、見たことありました？皆さん、いつも笑顔を絶やさないウェザーニュースキャスターの皆さんがめちゃめちゃこうちょっと険しいっていうか緊張してるっていうかね、うん、でも太鼓が始まってかっこいいね、あの練習の成果が出ている、あの太鼓の披露からこう今度 T シャツ姿になってからは笑顔がね戻ってきて、かっこいいから楽しいへと変わっていった演奏、最高でしたね。会場の皆さんもすごく楽しめたんじゃないかなというふうに思います。また今生でね中継で見ていただきましたけれども、会場にいらっしゃった皆さんは太鼓の鼓動っていうのも直に伝わってきてもっと良かったんじゃないかなというふうに思います、ね、また会場に行かれた皆さんはですね、もしまたチャットの方でも入られていましたら伝えていただければなというふうに思います。よかったですね。いやちょっとね最初鳥肌立ちすぐらいかっこよかったですよ。あチャットの皆さんももうね最大限のね賛美を送ります、とってもよかったですなどなどいただいております。いやリアルに良かったですよ本当にね、うん、よかった。はい、ちょっと余韻もですね、まだ冷めやりませんが、ちょっとここで一旦インターバルの方に行きたいと思います。